麺が作れていない、という原因に対してもう一つあるのが、先に手を組んでしまってから、麺を作っちゃうという原因が考えられます。結構皆さん勘違いしやすいんですけども、サーブカットの時にまず、移動する前にもう手を組んじゃいますとか、もしくは移動した後組んでから麺を作ってしまうっていう、方が多いです。本来であれば移動、麺を作る、組むの順番で、プレーを行わなければならないんですけども、これが結構悪い癖が出てしまって、組んで麺を作ってあっちこっちに飛んでしまうという、悪い例を実際に紹介しながら、直していくこともやっていきます。このように、先に腕を組んでから麺を作ろうとしてしまってます。もう腕を組んだ状態から、麺を作ろうとしてしまって、腕を振ってしまってますね。どうしても、このような動きをしてしまいますと、緩いサーブだったらまだできるんですけども、だんだんサーブの勢いが、強くなってきて速いサーブになると、麺が作りきれずに結果セッターに返らないという、現象が起きます。まず通常通り入るんですけど、そうですね、手を叩いてからレシーブします。入って止まって手を叩く、入って止まって手を叩いてレシーブです。入って止まって手を叩いてレシーブで、この、手を叩くタイミングは、最初難しいと思いますので、まずは基準と、このように、手を叩いてからレシーブすることで、腕を先に組むということができなくなりますので、この悪い癖を直すための強制的な練習法だと思ってください。どうしてもいろいろ試したけど治んなかった方に非常におすすめです。非常に面を作るタイミングっていうのが、絶妙に、行わないと、サーブカットは、勢いがある分タイミングがシビアな、プレーですので、ぜひ、この練習でタイミングをマスターしてください。今ご紹介した体育館での練習法を家でも少しコンパクトにして簡単にできるやり方をご紹介させていただきます。題して畳キャッチ、タイミングよくキャッチすることが重要なんですけども、これは